シュートだー。できた。うん、あー決めあります。島田のシュートー。まあ今日ももう何回かクロス上げてますけどね。そうですね。ここも深い位置。抜き反転。上げてシュートだ。松本。松本雅也、まあ、やはりメンデスのところとルキアの力関係のところですよね。ボックスの中で振り向いて速いボール逆サイドの松本雅也、まあ、見事でしたね、まあ、今日背後っていう話は何回もしてるんですけど、ええ、まあ、対ルキアンというところで少し後手に回ってたので、まあ、荒木野津田取り替え、リラを使ってクロス、足元伊豆井さん追いつきました。甲府同点40。いいところで取り替え受けてうまく流れたところ、リラから大外の泉沢と、この取り替えの受けた場所非常に良かったですし、この動き出しのリラで大外しっかり見てました。流し込むようなラストパス、近いサイドフィリックして落ちシュート、決まった。セットプレーの流れ球、大津勇気ダイレクトで、僕からするとどうしようもないですよね。インスイングのボール、いいボールが入ったんですけど、ディフレクション弾いたボールですよね。落ち際インステップも見事としか言いようがないですね、はい。まあ、浮いてるんでしっかり目線か、ボールから目線を外さずにインステップで綺麗に振り、甲府は千載一遇同点のチャンス。長谷川が蹴ります。インスイングのボール中央を狙ってメンデセット、追いついた。メンデス同点。少しボール見すぎた分で良いボールが入ってきたんですけど、瞬間的に背中グッと伸ばしてファールなく、右サイドの藤原前を向いてニアサイドの谷口か、こぼれたところまだあります。柴田のシュート、先制点が新潟、前半の33分。攻撃させなかったことで、この藤原の右足で止めて左足で運ぶっていう、うん、このコントロール良かったですし、この時にまずここですね、 しっかり中を見て入れているのと、この跳ね返りの2回セカンドボールを島田が拾ったことになるんですけど、これ受けるのが48番の柴山、こちらです。奪いました。柴山のドリブルが始まって前には中野がいます。そして伊庭が前、伊庭か、中野だ、中野、中野のシュート、最初のシュートを決めました。大宮同点。後半の27分、次に相手に向かっていくドリブルでボールを見せといて、このスペースに最後は中野がこのスペースでターンして足を立てて、はい、立てて思いっきり振り抜き、千葉です。ワンタッチ叩いた、ね、右サイドに広大なスペースがあって欲しい。中には4人、高澤の前、こぼれた、谷、谷口シュート来た、シーズン9点目、ついに内がこううまく内側に運んで、もう最後は気持ちで切り込んだっていうシーンですけども、やっぱこの内側にこのタッチが谷口の一番いいところかもしれないですね。内側に入るタッチが次シュート打てるところに受けてますね。アディショナルタイム、新潟1点を勝ち越しました。まだ時間はあります。大宮です。もちろん長いボールを当ててきます。落としたシュート、ボレーシュート、追いついた。アディショナルタイムの中追いつきました。よく浮かさずにコンパクトに振り抜きましたね。このようなチャンスを作ることができています。あ、クロスを上げていきますが、ヘディング前、突き刺しました。松本先制点。松本その右からの崩しで、でその前からやはり前選手がね、左サイドで逆サイドからゴール前に入っていくっていうところはしっかりできてたので、これも大外からのヘディングと、あとは身体能力をしっかり生かした高さとね、ヘディングのコース取りも非常にいいゴールでしたね。その七海監督がポイント、さあこの位置からのキックはどうか、浮かせたボールです。ここは沈めました。松本追加点、柔らかいボールしっかりと沈めていきました。時田でしょうか、サイドのスペースにこう少しゆっくり気味の落とす気味のボールを流したと、まあ、時田選手も入りすぎてうまく体を戻して対応して、
まあ、前半の前選手のゴールもそうですけど、ヘディングでねしっかりコースに運ぶと、あの精度の高いボールとしっかり狙いのあった味方の上がりを待って坂野、シュートコースは切っている形ですが、ミドルシュート、3点目松本、素晴らしい角度で決め、左足で巧みに流し込みましたけど、まあ、再三今日宮部選手がね前線への攻撃参加と重選手に対して1対1で勝っていただけにね、ここまでゴールを決めてしまうと、まあ、本当に理想的な流れに松本としてはなりましたし、彼がこうゴールを決めた後のパフォーマンスの中見てもね、下げてこの位置佐藤、柔らかいボール、ルカを折り返して鈴木のシュート、まだある、4点目を沈めました。松本今日一回ボールから消えますので、はい、不利になることも多いと、まあ、秋田がセカンドボールに対してなかなか反応ができなかっただけに、ここも不利になったところでしたね。ルカオもそうですし、190センチ以上、時田も187センチ、高い選手が揃っています。ここはパンチング囲い、このシュートを沈めました。竹早手、まずは1点を返しました。セットプレーから秋田も1点を返し、ボールを前向きに拾える位置にいたっていうところと、まあ、ここで1回ボールをね目から切らずにしっかり竹選手が詰めたと、一気に前線、豊が走っている、バグ、宇田シュート、先制は京都産返し、バイスから豊が、バイス選手のねロングフィードの質ですよね、アウトに少しかかりながらなんですが、あとは豊選手のこの動き出し、もう受け手と出し手がねバッチリあった、でそこでワンバウンドして少しね、ディフェンダーは町田ディフェンダー触るんですが、蹴るのは吉尾、ヘッドだ、奥山のヘッドアップ、町田が同点に追いつきました。でそこでうまく合わせましたよね、奥山選手だと思うんですが、さあ増田天馬、宇高、飯田を使う、飯田切り返して旬だー、イスマイラー、かばって入ったイスマイラー、移籍後初ゴール、福島から移籍のイスマイラー、ここで宇高選手がね時間を作って、このパススピードですよね、そこで、まあ、ワンタッチで飯田選手も追い返したんですけど、まあ、最後はイスマイラ選手、山田幸太に熊谷が激しく行くシーンがありました。中央の野田、逆に来た、残っている、シュートか、決まりました、先制山形ね。まず高いボールで林、ここよく折り返しましたよね、はい、うん、最初このオーバーヘッド、バイシクルは、おお、はい、左足のね、今度はハイクロスできた、シュートだー、同点、田口、こう縦にねボールをこう蹴り上げるようにしてドライブかけたシュートですよね、はい、これビクトル選手も、まあ、こういうボールを止めようと日頃練習してるわけですけど、まあ、攻撃のスイッチをどこで入れるかという話でした、はい、まあ、あとは細かいこう技術的なミスは極力少なくしないと、横の藤田、林が、林、林、勝ち越し山形、
鈴木選手にとってはちょっと邪魔になったと言いますかね、もっとシュートブロックに行きたかったんだけど半歩こう踏み込めなかったっていうのが一つあると思います。ニア、スラッシャー、ビニシウス選手、まあ、基本的に千葉はねこのゴールに一番近いところはゾーンなので、ここで1個鼻先で起点作られるとちょっとボールを中盤とセンターバックの間が、はい、水戸の方がかなり絞ってるんですね、スペースを与えないために、はい、そこに入らさないために、それで結局外からぐるぐる回るしか、ね、小池のクロスマイナス、佐藤収めて落とす、花戸のシュート、先制ベルディ16分、花戸陣の左、はい、どうしてもボランチ2人が切り返すチャンス、森のフィニッシュ、水戸同点85分、途中投入の森優斗がその期待に応えました、水戸同点でしたよね。その間に白のユニフォームが立っています。もう低いボールニアだ、抑えて近藤、流れて押し込む、逆サイドはオフサイドはどうかというところですが旗は上がりません、先制愛媛、うん、そこを見逃せなかったですよね。これは近藤選手かな、そうですね、近藤選手相手のディフェンスディフェクションあって、そこ流れてきたボール、とにかく相手より先にサローとサネシ監督はハーフタイムに選手たちの声をかけました。前半は先に触れていました、真ん中だ、嫌なボールだー、押し込む、追いつきました、同点、ホーム軍の鋭いボールが入った中でちょっと流れてこれコースト当たった、まあそこ何回目ですかね、かなりねコーナーキック回数ありますからね。しかし課題守備の山口、さあどうだ、ヘディング決まった、岡山先制、最後押し込んだのは上条、で選手ですね、勇気選手の前で、あ、桃で押し込んだんですね、上条、右もも膝のあたりで押し込んでいく、再び同じサイドからコーナーキック、先ほどはニア速いボール、今度はどうか、中央へヘッド、決まった、西村のヘディング、西村プロ本命、ニアのニアで佐藤選手を見せておきながら、2本目はですねもう1個山越えたようなところで勝負してきましたけども、うまくこのストーンの脇をついた、どちらが蹴るか、そうですね、武田蹴ってきた、あ、決めた、武田 J 初ゴール、移籍をしてきてその最初のゲームでフリーバック、壁が割れたのかなというシーンですね、はい、うん、この間ですよね、そうですね、壁かなりから縦パス、阿部も縦横無尽、中へのボール、清水が入ってくる、清水ヘッド、勝ち越しゴール、清水のヘディング、琉球が後半も終盤に入って勝ち越しゴールを決めの背後を的確につき、サイドバックが戻りきれてないこのギャップですね、ここしかないというところで仕事しましたね、はい、うん、このヘディングについてもちょっとこう外側に流れながらなんでかなり難しいんですけども。